はい、ここがですね、メインコースですね。最大斜度がですね26度、平均斜度が16度ですね。非常に中初級向けのですね、滑りやすいゲレンデです。コースはですね、1階、2階、3階とですね、急傾斜がありますね。で、一番最後の傾斜がですね、最大斜度26度ですので、ちょっと加速するくらいのバーンがですね、その手前に2つあるということですね。はい、全長1300メートルのですね、ロングゲレンデですから、大変楽しんで、滑ることができますね。はい、それでは、下っていってみましょう。ここがですね、メインゲレンデのちょうど中間地点ですね。この下のところの右側にですね、下から登ってくるクワトリフトのですね、駅がありますね。はい、そしてそこから少し下ってですね、今度はペアリフトでこのコースの最上部まで登っていくことができます。この先のですね、平らなところのその向こうにですね、メインゲレンデゲレンデに降りる急なバーンがありますね。多分そこがですね、最大傾斜の26度のバーンだと思いますね。はい、そこまで行く前に一旦休んでですね、で降りていった方がいいと思います。それでは続き行ってみましょう。よいしょ。